私の名前は笠原いく。これは決してデートなんかじゃない。デートのところごめんなさい。事件よ、すぐ戻って。生家34年、そこはメディア量化法によって表現の自由が弾圧された時代。それに立ち向かえる唯一の組織、それが図書隊であった。テロの手口が東間先生の書いた本に似通っていたとして、量化隊は東間先生の身柄を拘束後、執筆権を差し止めようとしているの。なんでこんなことに。必ず守りますから、また素敵な本書いてくださいね。この件を皮切りに作家狩りを始める気よ。どーりゃー、悲しみの影で僕が飛んだ。これはチャンスなんです。若い連中のため、お力をお貸しいただけませんか。私に何ができるのか。これはそれぞれの自由への革命。笠原行け。何回も恋した。ずっとこのままでいいと思ってた。でも東条教官。図書館戦争、革命の翼。ここからは一人で行けるな。